ねえマリサ、2024年の4月に新しくサガシリーズの新作が出たじゃない？ああ、サガエメラルドビヨンドのことか。2016年以来の完全新作だな。なんか、あまり話題になっていないような気がするんだけど、気のせいかしら？どうだろうな。サガシリーズが好きな人はもちろんチェックしているだろう。それでも話題にならないのは、サガシリーズ自体が衰退しているからだ。サガシリーズが衰退？鬼畜仕様でもあれだけ人気作品だったのに。よし、じゃあ今回は、サガシリーズが衰退した歴史について話していくぜ。まずサガシリーズについて簡単に説明しよう。よろしくお願いします。サガシリーズとは当時のスクエア、現在のスクエアエニックスから発売されているシリーズだ。かなり高難易度のゲームなのよね。ボスをはじめとする敵が強くて戦略を練る必要があったわ。シリーズの一作目は、魔界闘士サガ、ゲームボーイ初 RPG として発売されたんだ。最初はゲームボーイだったのね。この一作目が出た後、ゲームボーイでは2作品発売された。ゲームボーイ版は3作品あるのね。そしてスーパーファミコンでロマンシングサガシリーズが、3作品発売されている。ハードごとに名前が違うのよね。サガフロンティアシリーズはプレイステーション、アンリミテッドサガはプレイステーション2から発売されてるぜ。その後今の最新作を含めて2作品出てるわよね。ってことはサガシリーズは11作品、ソーシャルゲームのエンペラーズサガや、PC ブラウザゲームのインペリアルサガ、アプリゲームのロマンシングサガ、リユニバースを除けばそうだな。今回はその辺は説明するの？尺的な問題で割愛させていただくぜ。サガシリーズは先ほども言ったように、スクウェアエニックスから発売されているが、もともと別々の会社だったことは知ってるか？もちろんよ。FF サガのスクウェア、ドラクエのエニックスが合併なんてゲーム業界が震撼したわ。スクウェアは1983年に宮本正氏によって作られた会社だ。もともとは宮本氏の父親が経営する会社のソフト開発部門だったが、1986年に独立したんだぜ。父親の一部門から独立したのはすごいわね。向上心がある方なのね。独立前から数えて3年ほどはくすぶっていたが、1987年発売のファイナルファンタジーで大きな飛躍を遂げるんだ。ファイナルファンタジーは、日本の三大 RPG と言われるほどの名作だものね。スクウェアはその後も RPG を主体に、人気シリーズを制作し大手メーカーに上り詰めることになるぜ。エニックスはどういった会社だったの？もともとは高段住宅の情報誌を発行する出版社、英断者募集サービスセンターとして、1975年に福島康弘氏によって創業されたんだ。元は出版社だったの？その後いろいろあって子会社であるエニックスが設立され、1982年にパソコンソフト業界に参入した。それだけ略してしまうってことは本当にいろいろあったんでしょうね。パソコンソフト業界に参入1年後に、13本ものソフトを発売して、一躍有名な会社になったんだぜ。1年で13本、さすがに作りすぎて笑ってしまうわ。1986年にはドラゴンクエストを発売しているぜ。こちらも日本の三大 RPG の一つよね。そして運命の2003年、この2社が利害の一致など様々な理由で合併し、スクウェアエニックスになったんだ。詳しく説明すると長くなるから今回はこの辺にしとくぜ。さて早速サガシリーズの一作目から説明して、サガシリーズ衰退の理由を探っていこう。よろしく。サガシリーズ一作目、魔界闘士サガが、発売されたのは1989年、ゲームボーイで発売されたんだ。ゲームボーイ初の RPG だって言っていたわね。元はファイナルファンタジーの外伝として作られていたゲームなんだ。けど思ったよりファイナルファンタジーとは違うゲームになってしまったことから、タイトルが変更されたんだぜ。だから世界観がファイナルファンタジーに通ずるものがあるのね。人間、エスパー、モンスターの3種族がありそれぞれの個性が存在する。その中から主人公を選択して物語が始まるんだ。性別やモンスターの種類とかもあったのよね。当時としては選択肢は多い方だったのかな。で、ギルドで仲間を雇うことができるんだが、物語の前半と後半で強さが異なるんだ。まあよくあることよね。強い仲間は後半に出てくるもの。そういう時はパーティーメンバーから外して、新しい仲間を入れるだけでいいものだが、このゲームは違う。どういうところが違うの？メンバーから外して新しい人を雇うには、そのメンバーを死亡させる必要があるんだ。わざと死亡させるとか、何か小説とかでよく見るやつだ。そしてこのゲームのもう一つの特徴として、RPG ではよくある経験値やレベルのシステムがないんだぜ。今となっては RPG の醍醐味と言って良さそうなことだけどなかったのね。どうやってキャラクターを強化したの？店で売っているアイテムのみで成長するんだ。モンスターは肉を食べることで強化されたりな。どれだけ難易度高くても、その武器に回数制限があったりとかないわよね。残念ながらあるんだよな。希望がついた。アイテムには一部を除いて回数制限がある。その回数を使い切ると消滅してしまうんだ。すごい、サガシリーズの最初の作品って感じね。だがゲームボーイの低いスペックでも、ここまで斬新なシステムの RPG を作ったのはさすがと言うべきだよな。この魔界闘士サガは、スクウェア初のミリオンセラーにもなっているし、当時の技術の高さを感じられるぜ。リメイクなんかあるのかしら？ワンダースワンカラーでリメイクされたものは、ゲームボーイ版の上位互換と呼ばれていて、良作なんて言われているぞ。
続いてサガシリーズの2作目、1990年に発売されたサガ2、秘宝伝説を紹介していこうと思うぜ。これもゲームボーイのゲームね。このゲームは前作が売れたためにあった豊富な予算で作られているから、当時のゲームボーイのソフトとしては破格のカセット容量2倍となっているんだ。やっぱり1作目が売れるかどうかって大事なポイントよね。その後のシリーズの運命がかかっているもの、ソフトが入っている箱も従来のものより大きかったんだ。他の箱と違ったら嫌でも目に入るわ。その箱が使われた理由は、目立ちたかったかららしいから、目論見通りではあるよな。単純ではあるけどうまい商売方法ね。ところで霊夢、何か違和感を感じないか？違和感？あ、タイトル、魔界闘士サガ2じゃないんだって思ったわ。そう？今回のゲームボーイで出ているサガシリーズは、サガの文字が入っていれば何でもよかったらしいんだ。結構自由にタイトルが付けられたってこと？そういうことだな。このサガ2秘宝伝説は、前作の3つの種族に加えてメカが選べるぜ。メカってかっこいいわね。この作品では戦闘で能力値がアップするシステムが採用されているんだ。従来の RPG と同じようになったのね。上がるステータスは使用した武器や防具に影響するため、使うものを考える必要があるけどな。装備の使用制限なんかはないの？今回はなくなっているぜ。あと前作と変わったところといえば、仲間の途中入れ替えができなくなっているところか。4人パーティーじゃないと攻略できないようね。前作から進化しているゲームだな。この作品のリメイクは評価が高く、原作に忠実でなおかつ追加要素を加えていて、リメイクのお手本のような作品だぜ。この時のスクエニのリメイクは素晴らしいわ。じゃあ次は1991年に発売された、ゲームボーイ版サガの最後である、時空の覇者、サガ3完結編について話そうと思う。この作品はどういった作品なの？今までのスタッフではなく、スクウェア大阪という、大阪の開発所のスタッフによって作られたんだ。大阪にも開発所があったのね。今までのスタッフはどうなったのかな？スーパーファミコン版のサガシリーズ、ロマンシングサガの制作に、忙しかったみたいだぜ。なるほど、役割分担としてスクウェア大阪が、ゲームボーイ版最後のサガシリーズを作ることになったのね。まあ大阪の影響で食い倒れ人形のようなモンスターが出てきたりしていたがな。まんま食い倒れじゃん。RPG としては評価が高いものの、どこが完結編？と言われるほど、サガらしさがなくまあ普通の RPG として見られているんだぜ。賛否両論ってこと？ゲームボーイ版最後だったのに。次はスーパーファミコンで発売されたサガシリーズの始まり、ロマンシングサガに行こうと思う。サガシリーズの4作目ね。このロマンシングサガは、架空の世界アルディアスで、8人の主人公のうち1人を選んで操作し、邪神サルウィンの復活を阻止することが目的だ。選んだ主人公によってストーリーが変わるのよね。仲間は10人以上から選ぶことができるから選択肢が広がるな。10人以上ってかなり多いわ。ゲームクリアまでの過程をプレイヤーが自由に作ることができる、フリーシナリオを採用していて、選択肢によっては、横領強盗殺人などの人道に反することもできる。かなり過激な内容なのね。けどそういったフリーシナリオって、どうしたらいいのかわからなくて詰むのよね。そう、自由度が高いのも考えものなんだよな。人によっては神ゲーにもなりうるし、クソゲーにもなりうる、ユーザーによっては賛否が分かれるゲームなんだ。でもかなり多く売れていたと思うんだけど、132万本売れているな。この数字はサガシリーズの中でも歴代販売数、1位なんだぜ。サガシリーズはミリオンセラーを連発するけど、その中でも販売数1位なのね。このゲームもリメイクされているんだが、プレイステーション2で発売された、ロマサガのリメイクは歴代サガシリーズの集大成とも言われているんだぜ。補足しておくけど、ロマサガっていうのはロマンシングサガを略して言う時に使うものよ。この後もいくつか略称が出てくると思うが、これは通称でもあるんだ。ちゃんとした公認のものだけ使うわね。それでは1993年に発売された、ロマンシングサガ2の話に入ろう。スーパーファミコンのサガシリーズ2作目ね。自身が帝国の皇帝となり、七英雄を倒すことを目的としていて、前作同様にフリーシナリオが採用されている。皇位継承システムで皇帝を変えることができるのよね。台を進ませてイベントを変化させたり、新イベントを出したり、あとなんだっけ。霊夢が言いたいのは伝承法か？そうそう、それも特徴なのよね。伝承法はストーリーの初めに出てくる女性から教えてもらったもので、先生の能力を引き継ぐことができるんだよな。HP とか技能レベルとか引き継げて、後継ぎも決まってる人以外は自分で決めれるの。とても面白いシステムだと思ったわ。ひらめきシステムなんかもあるな。戦況に影響してくる技も多くあって、その技を覚えさせるために工夫するのが面白い。ほんと噛めば噛むほど美味しいゲームなのよね。まあ全体的な難易度はかなり高めだけどな。それはサガシリーズだもん、当たり前じゃない？特にって感じがするぜ。ゲームバランスがかなり厳しく雑魚敵から強い、ボス並みに強い。確かにそうだったわ。しかもロマサガの使用上、自分が強くなると敵も強くなるんだ。レベルを上げて物理で殴るができない。懐かしいわ。逃げても強くなるから、戦うしかなくなっていたのよね。ラスボスなんか、史上最強なんて比喩されているしな。積むポイントが多いっちゃ多いけど、本当に楽しいゲームなのよ。霊夢はロマサガ2が好きなんだな。最後はみんな大好き、ロマンシングサガ3だ。
たわね。ロマサガシリーズの最終作でロマサガシリーズの大ヒット作。1995年に発売されたロマサガ3は、販売本数130万本の大人気作だ。私も一通りやってはいるけど、ロマサガ2に思い入れがありすぎて、ロマサガ3に手を出していないのよね。もったいないな、サガシリーズの最高傑作の呼び声も高いのに。そうなの？興味はもともとあったし、ちょっとやってみようかしら。簡単にストーリーを説明すると、死の星が太陽を隠す死食という、300年に一度起こる現象に翻弄される世界で、四魔貴族と世界の命運をかけた戦いを繰り広げるというものだ。四魔貴族ってどんな人たちなの？死食によって生まれた魔王が従える魔の世界、アビスの住人だな。西王が封印したが、死食によって開き始めたアビスゲートから、出てこようとしているんだぜ。なるほど、それがストーリーの大まかな概要なのね。ネタバレにならないように少し配慮させてもらったぜ。このロマサガ3もフリーシナリオなの？まあそうだな、参加するかしないかでイベントが変わるから、分岐がわかりやすいフリーシナリオだな。エンディングとかは一緒？いや、マルチエンディングになっている。選択肢などによってエンディングが変わるのね。さて、大きなヒットとなったこのロマサガ3なんだが、難易度がロマサガシリーズの中で一番低い。でもロマサガの中で出会って難易度優しいってわけじゃないのよね。そう、注意が必要だ。今作はゲームバランスもグラフィックも、システムも BGM もいろいろと進化しているんだぜ。スーパーファミコン時代の後期だし、いろいろな演出ができるようになっていたからこその進化かな。しかもこのロマサガ3に関しては、RPG 的な要素だけでなく、ミニゲームなんかもあったんだ。そこも人気の理由かもな。ロマサガ3はリメイクされてないの？リマスター版があるけど、ちょっと劣化移植だから、やるなら原作がいいんじゃないか？ファミコンどこにしまったかしら。ここからはプレイステーションのサガシリーズについて話していくぜ。どんどん年代的に近づいてきているわね。一番初めは1997年に発売されたサガフロンティアだ。このゲームは面白かったわ。主人公ごとにストーリーが用意されていて、主人公によってはマルチエンディングになっているぜ。一人のキャラクターだけピックアップして、一つのゲームとして出してもおかしくないほど、主人公によって別ゲーに感じるのよね。今回のサガフロンティアはロマサガと違って、世界観というものが大きく異なっている。そうなのよ、こんなサガシリーズもいいなと思ったわ。具体的に言うと現代的な科学やテクノロジーが多く出てくるんだ。ライフルとか銃火器とかな。けどあのロマサガの雰囲気から、結構思い切ったことをしたわよね。なんでそうなったかというと、聖剣伝説のチームの一部が、サガチームに合流して、かなりの大人数で制作されたからなんだ。聖剣伝説のチームが？聖剣伝説のチームとロマサガと違う世界観を狙ったサガチーム。それぞれがやりたいことを全部やれる都合のいい世界を作ろうとした結果、こんな世界設定になったんだぜ。なるほどねー。さてこのサガフロなんだが、ロマサガのシステムを引き継いだところがあるんだ。戦闘回数によって敵が強くなることでしょ？そうだ、戦闘回数が増えれば増えるほど、味方も成長するが敵も成長する。ボスキャラクターは体力にも影響してくるんだ。戦闘回数を減らすことで、体力が少ない状態で倒せるボスがいたのよね。戦うタイミングを調整することで、従来より弱いボスになってしまうってことだな。まあそれも戦略の一つよ。そうだマリサ、サガフロといえば新システム、連携もあるんじゃない？もちろん紹介するつもりだぜ。当時としては斬新なシステムだったからな。連携は複数のキャラクターが一斉に行動し、個別に攻撃した時よりも、大ダメージを与えるというシステムだ。技や術の選択によって名前が変わるんだけど、変わった名前になったりするから、ゲーム雑誌とかで取り上げられたりしていたわ。この連携技は防御無視であり、回避不可だったために、攻略としては非常に大事な要素だったんだぜ。また久しぶりにやってみようかしら。サガフロは今までのシリーズのいいとこ取りをしたまさに集大成。リマスター版が出ていて評判がいいから、やってみようと思っている人は、このリマスター版をやってみるといいんじゃないかな。続いてプレステ第2作目、サガフロンティア2を紹介していこうか。サガフロ2っていつだったっけ？1999年だな。このゲームは評価が分かれていて、サガシリーズを知っている人からは批判が集まっていて、逆にサガシリーズを知らない人からは良いゲームと言われるんだ。発売当初ってクソゲー扱いされてたわよね。それはサガシリーズを知ってる人が多く買っていたからってことかしら。サガシリーズとして見なければ、グラフィック、BGM、バトルシステム、ストーリーにおいていいゲームだからな。一つのゲームとして見れば良作、確かにって思う箇所があるわ。けどこのゲームはサガシリーズの1作品よ。どういうところが批判を受けていたの？サガフロ2では前作で好評だった連携が、繋がる技や術を把握しておく必要があったから、難易度が上がってしまっているんだぜ。前作のいいところを解約してしまったのね。あとは自由度の低いシナリオも評価はいまいちだったようだな。フリーシナリオではなく、ヒストリーチョイスが採用されていて、これが不評だったようだ。ヒストリーチョイスって何？何歳になりました。何をしますか？という風にシナリオ名を選択することで、イベントが起こるようになっているんだ。それってかなり話がわかりづらくなるわよね。シナリオ元の地理や勢力関係、人物の相関とか、整理しないと理解できないんじゃない？まさにその理由だ。加えてシナリオの都合で主要キャラが次々に変わってしまうからな。
好きなキャラクターを自由に選択できないんだ。そうなると育成の自由度が低いってことか。今までのサガシリーズから少し味を変えたのだろうけど、ちょっと失敗しているなって思うわ。同感だ。お次はプレイステーション2で発売された、アンリミテッドサガだ。選択した主人公によって難易度が分かれるゲームよね。確かシステムが複雑だった気がする。ああ、フィールドはボードゲーム風のマップに、移動ポイントが設定されていて、ポイントをポンポン跳ねるように移動する感じだ。確かその時モンスターも一緒に動いているわよね。そうだぜ、モンスターがいるポイントに当たってしまったら、高確率でバトルになる。そしてそのバトルも少し変わっているんだ。確かターン制だったっけ？ああ、ターン始めに5回分の行動を入力するリールの目によって、技や術の威力などが変わるんだ。目押しできるとしても、ちょっとしたギャンブルだわ。どうしてこんなバトルシステムになったのか、疑問で仕方ないわ。その時の開発者のミシルだな。ここでこのゲームが一番批判を集めたところを紹介させてもらおうか。なんとなく予想はできてるけど、聞かせてもらおうかしら。ゲームに説明書ってつきものだよな。そうね。けどこれだけの複雑なシステムを、パンフレット並みに薄い説明書で、説明するのは無理難題だと思わないか？多分かなり端折っているだろうし、説明書としての意味を成していないレベルまであると思うわ。その通りだ。チュートリアルもなく説明書も役に立たない。そうなると攻略本を買う必要がある。説明書が別売りってやつね。ゲームの質は高いしバグも少ないんだがな。しっかりとしたシステムの説明さえあれば、良作になり得たかもしれないのね。ほんともったいないゲームだ。さてアンリミテッドサガから長らく完全新作が出なかったサガシリーズだが、2016年 PS ビータでサガスカーレットグレイスが発売された。アンリミテッドサガから14年経っているわね。主人公は4人でメインシナリオがそれぞれ違うんだ。主人公一人一人にシナリオが割り振られている感じかな。この主人公の選択が少し独特なんだよな。ゲーム起動してニューゲームした際に7つの質問が投げかけられる。その答えによって主人公が選ばれるんだ。自分で選べはするんだけどね。好きなキャラのために選ばれた主人公以外を選んでもよかったはず。戦闘システムはタイムライン型で、タイムラインによって敵の行動が前もってわかるんだぜ。それに合わせて行動を選択すればいいから、悪いシステムではないわね。ただバトルのロードは長いし、面白いと感じるのにも時間がかかるんだ。最初から面白いわけじゃなくて、じわじわとくる感じなのね。そうなると批判も集まりやすいのかな。楽しく遊ぶために遊ぶとかいう、よくわからない状況だからな。だったら最初から面白くしろよ、って話になっていたようだぜ。最後に紹介するのは、2024年4月に発売されたサガシリーズの最新作、サガエメラルドビヨンドだ。冒頭に話題に挙げたやつね。17個の世界を舞台に、6人5組の主人公による物語が描かれている。バトルシステムには前作同様に、タイムラインバトルを採用されていて、連携などの要素が加わっているぜ。評判的にはどうなの？賛否両論だな。組み合わせパズルのような戦闘が、面白いという人もいる反面、それが面倒だと思う人もいるようだ。ストーリー的にはどうだったのかしら。選択肢でストーリーの展開は変わるようだが、自由度が高いとは言いづらい。だが早送りがないなど、不便な点は多いみたいだぜ。今までの話を聞いてると、サガシリーズも落ち込んでしまったのがわかるわね。けどどうしてここまで落ち込んだんだろう。現代のゲーマーたちっていうのは、簡単でなおかつ短時間で遊べるものを好むんだ。時間に追われている人が多いからね。腰を据えて遊ぶ人っていうのはごくわずかで、自分で攻略法を調べながらプレイする人は少ないんだぜ。確かに調べる時間をなくして、ゲーム内で完結してもらった方がいいわ。あとは動画配信サイトで見れば、ストーリーの把握もできてしまう時代だからな。わざわざ難しいゲームを自分でやらなくても、他の人がやっているのを見れば、ストーリーもシステムもわかるしいいか、と思っている人も少なくない。ゲーム実況はゲームの購買意欲を上げるものでもあるし、下げるものでもあるものね。特に RPG はそうなっちゃうわ。さて霊夢、今回はサガシリーズ衰退の話をしてきたんだがどう思った？人気シリーズであるがゆえに、期待度が高くなっていて、新しいシステムを入れたけどうまくいかなかった。そんなイメージを受けたわ。ほんとそうなんだよな。空回りをして落ちてしまった感じがするぜ。ただ新作は出たばっかりだし、これから評価が変わる可能性だってあるわ。ゲーム実況に頼らず、自分の意思でゲームしてみるのもいいと思うぞ。本当の面白さはやらないとわからないからな。マリサ、私ね、皆さんのサガシリーズの思い出なんか聞きたくなってきたわ。そうだな、皆さんのサガシリーズの思い出を、コメント欄で語ってもらえたら嬉しいぜ。それじゃあ次の動画で、またねー。